ベトナム旅行69。はい。ということで、ホーチミン中心部から10分間やってまいりました。こちらはチョロン。チョロン。はい。ホーチミンのチャイニーズタウンですね。中華街、ここで食べ物も楽しみながら、また中心街とはちょっと違った街の雰囲気を探検していきましょう。はい、はい、じゃあまずは、ベトナムでですね一番有名な乗り物シクロに乗ってみましょう。はい、小森さん、はい、シクロについて知ってることとかありますか？シクロはですねベトナムの伝統的な乗り物でして、昔はみんなシクロに乗ってたんです。あ、そうなんですね。かもしれない。それだけ世界の風情ある乗り物の上位にランクインしている。それは本当。ということで、じゃあシクロに乗ってご飯を食べに行きましょう。行こう。はい、シクロがありません。シクロがどこかわからない。探しに行こう。おいしいです。探しに行ってください。探し、俺が行くの？なんで俺が行くの？お前汚いな。お前汚いな。いってらっしゃい。シクロ、シクロ、シクロオーダー、シクロ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 が通じない。俺言うたやん。シクロ。あああああ、オッケー。シクロ。シクロ。ああ。ノーシクロだね。ノーシクロ、ノーシクロ。はい、シクロ、シクロ、シクロ。シクロ、あ、シクロ。シクロめっちゃあるやんかおじさん。バウニューティン。オッケー、100,000 ドン。おっちゃんげ。1 hour。おー、オッケー。おー、すごいじゃない。おめでとうございます。おめでとうございます。お手柄、お手柄見つけました。汗かいてるじゃないですか。暑かった。それがね、待ちに待ったシクロ、何回もね見てますけど、乗るの初めてですね。いや、俺もお初、お初。いくらか知ってる？いくらって何？このシクロ自体がですか？ちゃうわ。これ1時間乗ったらいくらか知ってる？10万ドン、500円。なんで当てんだよ。これすごいよこれ。そう、おじさん足長いね。なんかチャップリンのあれみたいになってる。そうだよね。帽子が。帽子だけでしょそれ。ちゃんと屋根があるんだ。はい、行きましょう。行きましょう。ああ、危ない危ない危ない。おい、ちょっと。危ない。結構なんか漕ぎにくい。多分僕の足が短い。僕の足が短いってすごいね。俺はわかるだろ最初から。これ2人で乗れるの？トライしてみようか。このお尻さ、どう考えたってこれよりさ、こういう感じですか？これしょうがない。オッケー行こう。行きましょう。はい。オッケーレッツゴー。行ってきます。初シクロ。すごいシクロにもナンバープレートがあるんだこれ。すごいこのクラクションの量ね。さすがね、元気出るね。優雅ですな。どうですか初シクロは？楽しい。暑いですね。あれ青いで差し上げないと。青いで差し上げたいって誰もないからさ。なくてよかった。あったら青がないといけなかったからさ。でもいいね。いいもんだね。ゆっくり街が見れますね。観光っぽいのをやるのもいいもんだよ。なんかベトナム街歩きあんまできないですもんね。そうね、確かに。それをシクロで。黒い服着てくるんじゃなかった。黒い服着てくるんじゃなかった。黒い服で長いのはしんどいよ。多分暑いもん多分みたちゃん。これ暑いって。ズボン脱いでいいっすよ。ズボン脱いでいいよって。僕紫のパンツ買っときましたから。こんな時のために。何色ですか今日？今日何色？黒です。今日は黒も履くんだ。パンティの色は黒です。優しく下ろし。おお、ここだって素晴らしい。おじちゃん、ありがとうおじちゃん。これでおじちゃん最高だぜ。はい。うんでここちゃうやろ。車で行く。ここ。中華街だからもうそれチョロン餃子でしょ。どこチョロン餃子。あれ？私この間ここの餃子テイクアウトしました。あ、マジで？テイクアウトな。ひどい。どっちもひどい。行きましょう。すごいね、ちゃんとこうビニールに入ってるんだ。衛生面よし。何買いますか？何食べますかってメニューどこだ？これじゃないですか？これメニュー。冷凍水餃子。冷たいやつ出てきて。そんなことない。溶けるまで待つの。これネギ油餅。ネギ油餅が出汁のりで。ネギが入った油餅。でもとりあえず餃子食べたいです。今餃子だね。餃子。これおばちゃん。おむすび。餃子だからやっぱまあ餃子なんだろう。あれここにもったんじゃねえか。たくさんあるぞ。めっちゃありますね。俺これのこれあれじゃん、これテイクアウトメニューじゃん、外対商品。だから本当に冷凍で出てくるんですよ。ほら合ってるじゃないですか。日本語ある。選べんじゃん日本語で。一つ問題があります。問題あり。問題発生。何ちょうだい。餃子がない。あ、タイヌンラビオリスープだから。あれこれ全部スープのメニューじゃないですか。スープじゃねえかこれ全部。餃子よ5つありますよ5つ。で僕選んでいいですか。はい。白菜餃子。誰に頼んでるんですか。あ、これかけってことね。白菜と。はい。これネギ油餅。お前聞いて。ネギ油粉で。ほら。おけない。はい、ツーラスープ。お姫様何ヌードルがご所望でしょうか。お任せします。ナスと鶏とカエル。やだカエル。お任せします。餃子3種類、酸っぱいスープ、肉焼きそば。チンタオビール。中華街なので中国のビール。ちょっと匂い嗅ぎたい。匂い嗅げ。ああ、オッケー。こういう風によろしゅうございましょうか。男性も品定めをする。どんな男性がお好みなんですか。顔は全く関係なくて。やっぱお金ですよね。お金大事。お金の将来性ですよね。ないよりはいいと思います。あ、そうじゃん。携帯写真撮ってもらっていいですか。置いてきちゃった。うまそう。私うまそうっていうのやめ。美味しそう。うまっ、辛い。いや、うまいよ。めっちゃうまいです。なんかまた来たくなっちゃいますね。ここうまい。これ街中で食べられないですね、この味。うまそうやんか。めっちゃうまそう、これ。あのね、写真撮るべし。写真撮りねーす。熱いよそれ、死ぬほど熱いよ。熱いけど大丈夫、美味しいから。うまい。なんで一口でいかないの。一口でいきなさいよ。マジでうまい。おいしい。食べちゃうぞ。これも行きましょう。こっちもジャージャー麺だ。僕ら頼んだの初めて食べるこれ。えらいあれやね、元気がありそうだね。麺にその表現初めて聞きました。これミカちゃんね。ありがとうございます。はい、卵。はい、ミカさんの卵。はい。ああ、どうす。ありがとうございます。あっ、ねんぞ。もうマジおいしい。あ、うまそう。これ何これ。これネギ、美味しい。これはこれネギ餅。あ、うまい。ミルフィーユみたいになってるんだここ。層になって。だからふわふわしてるんだ。いくらだと思いますか。なんで俺がそんなこと考えなかったのじゃ。25万ドン。25万ドン。1200円くらい。じゃあ近い方が払おうぜ。また新しいルール追加してきた。おい、近い方が払おうぜ。50万ドン。50万ドン。25万ドンでしょ。50万ドン。いやいや、近い方が払うねって。後出し得意じゃん。後出しが得意じゃん。近い方が払ってあかん。遠い方が払おうぜ。いくら？でこれ55万なんでしょ。50万ドンはあかんな。40万ドン。わ、俺の方が近いな。うーん、24万5千ドン。だ俺じゃん。ほぼほぼ正解。お願いします。ごちそうさまです。もう一杯いってきますか。いいよ、行かなくて。取りに来ないよ、おばちゃん。おばちゃん。キモい。見たよね。見たよね。今洗い物してますから。強い。強い。全部食べなくて大丈夫ですか。まあいいんじゃないですか。じゃあこれ食べるのいいんじゃないですか。途中の。おばちゃん愛情なく。これうまそう。これ何これ？これネギ、美味しい美味しい。これは？これネギ餅。あ、ネギ餅だろどう考えて。おばちゃんおばちゃん。お姉さん。お姉さん、絶対ネギ餅だろそれ。すみませんすみません。お姉さん、これはこれ？